はい、どうも星野ひかりです。今回ですけども、前回集めた極玉を使って極レッド J 討伐作戦行ってみたいと思います。これ初挑戦ですね。いや、あ、じゃあ2回目かな。2回目、多分生放送かな。やったよ。2回目なんですけど、まあまあまあ当時はね、ボロ負けしたんでね。まあ前はちょっとね、死にすぎたから、その陣形崩されすぎた。今回はもう、うん、いけると思う。余裕なんじゃない。今回相手よく倒してきたんで。前確かあれだと思う、4人におらんかったと思うね。多分1人落ちたやん。あー、やったっけな。うん、あー、そうやったっけな。これはまあ勝てるでしょうね、おそらくね。とにかくダウン取れたでかいな。とにかく最初にダウンが欲しい。レッド J、 レッド J、 いい、かっこいいな、レッド J は。マイティはレッド J、 いやーっていうもんな。よっしゃー、ゴーゴーゴー。いけるかな。いくか。いや、気をつけて。ダルダルマ、何回下げんぴょんねん。もうちょっとマジか。おったぞ。そしたら早いね、動きも。あ、逆かい。いや、強っ、強っ、速すぎやろ。極限強いぞ。一発ずつ行こう。よっしゃ、一発ずつやん。こっちだよ、こいつ。はーい。マジか。やべやべ、これまずい、これまずい。気をつけるであります。まずいぞ。まずいっすね。これ、それを使ってる。オッケー、いけるわ。あ、こっち来た。オッケー、オッケー、オッケー。よっしゃ、行くか。ごめん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 ごはい。誰これ、誰？山島で。ほら、オッケー、いった。よしよしよし。使いすぎじゃん。薄いから、ほんまに。大丈夫大丈夫、いけるいける。俺トラップ取っとから、トラップ持っとから。地味に。こいつはほんまに強いよ。だからこいつ最初ダウン取ったらトラップで20ダウン取れるから。でかいな、それしたら。ダウン取れるの大丈夫だ。で、フーネにしかダウン取れんかった、スピード的には。フーネに任せるわ、だからそこはもう。タイミングめっちゃむずいよな。どうしたんや。若干そのギリギリの前やろ、あれも。やな、届いとったとしても、この若干遅れとったらあれ効かへん。やな、あれは。これはきついんや。おっしゃ、金落とした。ナイス、5000入った。でかいよ。さっけんなん。待って、猫ひろし、よいしょ。猫ひろし未来の姿やこいつ。猫待て。猫ひろし未来、これは。猫待たんかい。怖いな。お、猫待て。よいしょ。猫ひろしのゲーって今からでやばいな。ラセラー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 。いや、わからん。ポーズマス、ポーズマスやったかな。ポーズマス上やから。うん、オッケー。あのゲーよう思うしたら、あの、あんな天才やな思ったけど、なるほど。やった時に俺こっから、これすごい男やな。絶対思ってへんやろ。あの、やばい。思うとおらへんやろ、猫ひろしに対して。この波動がやばい。カンボジアで歩き、ニャーがやばい。ニャーがやばい。これやばいからね、マジで。最初ダウン取れたら結構ほんま行くんやけどな。ちょっと狙おう、ほんま。かっこいいやろ、こいつ。これ車があるうちに行かな、ほんま負けるからな、マジで。そこ行こう。行こう、これでカバーしてる。行こう、カバーね。うわ、キラ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 。一気に前進んで。左。車で行け。減らすのに行こうか。くそ、ボケんか。いたか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 いた。赤いったらあかんで。ダウンを。なるほど。やべい。オッケー、かなり入ってる。おらら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 らあた。これ。強。よし。
ええ感じだ。やるな。死ぬことが一番来る。後ろ。やつ来るはず。来いや。逆に。危ない。来いやばい。オッケー。うわあ。やばい。マジか。やんまそうでした。まあ、しゃあない。ちょ、俺来た。俺来た。ポイントで。ああこれは。これやばい。なるほど。帰るか。つむじがでか。もういやー。これだけは名人で行こう。名人がおるときは。オッケー。名人立てに行くと。それ一番早いやろ。これ避けれるからね、しかも。確かにな。避けた方がいいかもな。オッケー、そうか。いた。でも大丈夫。死なかった。あ、これ一回ここ避けとくわ。うわもうこれ何やねん。マジか。あれ来る。止める。よし。オッケー。僕ね。危ない。当たるんかそこで。オッケー。危ない。これ。よし。とりあえず。じゃあ、俺じゃ。よし。俺。オッケー。まずい。あめえ。俺が来た。よし。来た。俺が来た。オッケー。最近立てる。おっ、極山。俺、青山さん。関係ねえ、こんな行く。下げんなよ、上がろう。ゴルダミット関係ねえ、28秒くらへん。うん、まだこいつか。いや、でもこれはもういけ、いけるかな、俺ら。オッケー。極玉でハビったな。ダビったな。しゃあ、極玉でいけるわ。しゃあ、もうこれは別にあれやな。避けていくスタイルやな。車使ってめぐらや。避けていくスタイルが一番いけんな。なんか来たぞ。避けれんぞ、これでも。あいつ来た。チャンプじゃん、こいつ。しかも。潰す、こいつ。結構強いぞ、こいつ。まずい。こいつ。いける。失礼した。グー、ダウン取れ、おい、惜しすぎるって。俺。一人来な。来てんやん。あー、僕っすね。オッケー、まずい、やる。あー、僕っす、オッケー。ふざけんな、バカ野郎。あ、待て。おっ、極ダメだ。来た、極。あ、誰バカ野郎。マジか、死んだ。もう関係ない。行く。来たー。オッケー。強いわ。グレードディーちゃんめっちゃ強いわ、あの弾。あや、あ、これバカしてるな。グレードで2回来たからな、俺グレード。あれデカすぎやろ。あれもうほんま、おっしゃ、鉄壁やろ、あれマジで。野良の牙。地獄玉。あれやったら、瞬間敵の攻撃ほんまに。地獄玉。50とかしか食らえもんな。あ、やばいやろ。強いグレートほんまに。グレートやばいやん。グレートは前線のアタッカーが取ったらやばいわな。あれ2回来たもんな。うん。あのダウンほんま取りにくいやでも。あいつダウン取るむずいから、あれだ、魔法で取るべきなのかもしれんね、本来は。ああ。遠隔から。確かにな。うん。あれ誰がおる魔法。ニャンマジュとかやろ。ニャンマジュとか、できべきなのかもしれんね、ダウン取り方。こっち強いよ、僕はやっぱり。ギリギリ届かんからな、あれほんまに。前で届かんねん、なんかしないけど、うん、届かんねん、あいつ。OK。 おっし、来たなんか。いやー、こいつ強いよ、マジで。おお。強者やったな。こいつは強いな、ほんまに、ゴクレット J は。ニャンマルですらもう全然あかんもんな。うん、すぐ死ねまんもん。ゴクレストーカーで死ねたの、あれで。あー、あれか。うわ、しょぼ、全部一緒。マジでしょぼいって。マジでこれ。極でこれある？しょぼすぎやろ、これ。まさか。三分。中あたりは来いよ、せめて。いや、外れの方がよかった、まだ俺やつ、これやったら。確かに。外れで砲撃欲しかった、普通に。
微妙やな、ノロの気分やばいな。でも地獄玉マジだ、うわ2倍、これ極巻いてどこも行けないんだけど確か。はい、それ行くか。じゃあ次極、この流れ2倍あるしな。おー、トロフィーゲットしゃ。いやー強いな、こいつ。よっしゃ、やばいわ、強いな、あいつ。ちょっと待って、武器なかなかの強者は全然無理やろ、これ多分。まだ無理やな、当分無理だ、あれ多分。あれ進化するには武器を、これは。しかも俺あれやし、地獄玉あれや、上の方やん、これ使わんの。下使わへんしよ、呪いの牙いるやん、これ。あー、タグの牙の方逆にもうやりやすいっちゃやりやすいやん。そうな、これ何がこれ、ほら、風属性追加か、攻撃属性に。風が弱点ないとおったもんな、確かに。そう、いや全員弱点系おるで。一応見れるよ、確か弱点、その得意か得意じゃないか、溶岩自然かなんかで。いや普通にだから知り合いって見られたしか、これ乗っ取れたし、多分妖怪このボスごとそいつに対してめっちゃ強いってことは、風も取ったら多分そういうことやろな、多分相当強いってことやろ、風属性持ってたら乗っ取れたし、場所にどこやったっけな、これ自転かな、自転じゃない、多分全員乗っとんかな、弱点どっか乗ったけど、じゃ大事点がどっかに、大事点かな、あ、乗っとわ、やろ弱点ないやん、もう強いやつに関しては。ほら飛び風苦手、風苦手なの誰な、逆に。おった、おプリズムブレイカー、あーあとあれや、ドンドロ、鬼食い、プリズムブレイカーと鬼食いとドンドロ、まあプリズムブレイカーもや、この3体狩るときは結構ええってことか。確かに鬼食いもあれやな、あーなるほどな、風もありっちゃありやな、まあありやな、結構おるもん。プリズムブレイカーの装備整えるときに大事やけどな、結構俺これじゃ強いからね、プリズムブレイカー結構。でも得意風のやつはおらへんねんな、あんまりおらへん、得意風はまだ強いやん、そこそこ使えるな。俺得意風上の方に、ガシャドクロお登りくると、まあ、弱いな、この辺は。でもローの逃がしが苦手、土ないなこいつ、ほんまやな、上の方行ってないけど苦手属性は確かに。あと2人違うの余ったもんな、ボスのとこに。いやな、ぴったし余ったんだ、ぴったし余ったわ。赤招きと白駒やろ、まあ、キジンやんとかおるし、これじゃあ仲間入るってことだ、入るで、やばいやろ、キジンやって猿やん、なかなか犬やん、やばいな、見れるんやな、一応その、あ、見たやつやろ、アタッカーとかは。はい、というわけで、とりあえず今回はゴクレッド J なんとかね、まあ苦しくなりながらもクリアしました。まああの言ったら、あの波動砲みたいなのをね、ダウン取れるんですよ、あれやってる途中にひるませれば。だそれが結構むずいんでね、あれ。妖術で多分ダウン取るのが一番硬いんかなと思いますけど、今ちょうどパーティー的に妖術いなかったんで、まあ、にゃんまじいたんですけど、あいつってなかったんでね。まあまあ。いやー、確かに難しいな、あれは。勝ててよかったかなと思います。いやー、って考えたら、レッドパレス21めっちゃむずいあるな、これ。レッドパレス。やばいっすかね。うん。むずいやろな。ちょっと行ってみたいけどな。真剣に考えてほしかったな、これ。まあ、いけるなんかでも別に。いらんからな、アイテム。で、次は、マイティドッグですね。名人が持ってるんでね、極玉で行ってみたいと思います。というわけで今回はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。